魚のさばき方を学ぶイベント、さばける塾 in 京都が京の食文化ミュージアム味わい館で開催されました。さばける塾なんですけれども、さばける男子、さばける女子を増やすプロジェクトです。今日はですね、京都水産物商業協同組合の皆さんにお世話になります。今日は、とりあえず結構いろんな魚が並んでますけども、それをちょっといろんな勉強をしていただいて、カワハギっていろいろ種類あるんですけど、こう顔が長いですよ。で口がピチュッとしてて、ね、ちょっと馬の顔みたいな。糸寄り鯛、アマダイはこういう黄色い線も入ってないです。アマグロの頭を持ってもらって、うん、大丈夫。今回のさばける塾には8家族16名が参加。普段見る機会が少ない魚に興味津々の様子。いいよ、魚に触れて鱗の感触や匂いなどを確かめていました。この目玉が体にいいという。どういう成分が入ってるんですか？ DHA。 いよいよ調理のスタート。サバの三枚おろしに挑戦です。スポンってきますね。そうそう、大丈夫よ、まだもう一匹あるし。親子で魚をさばく体験を通して、魚について学び、海を大切にする心を育むことがさばける塾の目的です。この当たってるのは落ちて、針を外す。魚とかスーパーで買う機会があったら、積極的にさばきたいなと思います。思ったよりもなんか難しかった。包丁の入れ方とか。毎週魚買って食べたいなと思います。自分がさばいたお魚とお父さんがさばいたお魚、どっちがうまくできてました？自分。足の時はこれいつも断面ガタガタだったけど、まあ、教わってさばいたら結構うまくできた。プロの方に教えていただける機会なかなかないんで、ちょっとは上手になれたかなと思います。さばけるマスターのカードを藤田さんからね、はい、渡していただこうと思います。いい感じやってよ。おめでとうございます。いい感じやってよ。美味しい魚を食べるには美味しい魚が育つ環境が重要です。自ら魚をさばき食べることで、海の環境や海の食文化を改めて見つめ直す機会となりました。海と日本プロジェクト、さばける塾。海と日本。最後までご覧いただきありがとうございました。 Twitter、Facebook、Instagram、 そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。